はい、マノチです。よろしくお願いします。パズドラやっていこう。誘惑コラボが来たぞ。ガチやろう。10連やっていくかな。ユウスケを当てたい。ユウスケ当てたいな。よし、行こう。10回回せば、まあユウスケが当たるかどうかわかんないけど、まあそこそこの、あ、かわいいプーじゃん。当たるでしょう、きっと。当てたい。ボタン、ボタンかわいいよね。ただね、あんまり強くないっぽいんだよね、ボタンはね。ボタンはあんまり強くないっぽいんだけども、プラスは確定なのかな。お、カラス。これマシンキラー熱いよね。2つついてんのね。これはね、結構好き。いやー、ユウスケ来ねえかな。お、ユウスケ来たー。ユウスケ来た。早速来たぞ。もう回す必要はないんじゃないかと思うすら思えてくるけども、いや、あのね、ただあんまり評価は高くないけど、ヒエとか欲しいんだよね。めっちゃユウスケ出るじゃん。めっちゃユウスケ出るじゃん。これさ、まあ、わかんねえけどさ、ユウスケは複数積んでも OK なのかな。お、中。いや、これね、まあエネルギー級はいいんだけどさ、もうどちらかというと個人的にはヘッドバットにしてほしかったなと。いや、ユウスケの当たりはでかいな。お、歯切り要。かっこいいよねー。めっちゃかっこいい。歯切り要は本当にかっこいい。でも、あ、これいいね。ロック状態解除で敵の防御力ゼロ、なんか使い道はありそうな気がする。というなんかそれらしいこと言ってみたけど、俺そんなにパズドラ分かってないから。おー、クラマ来たー。いいねー。これさ、思うんだけど、今ね、この最近のパズドラで、このなんだ、威嚇っていうのは意味あんのかな。どうなんでしょうね。何連した、わかんねえわ。あと2回ぐらいか。60。ああ、ジン来た。ジン強いんだよね。67個あったんだもんね。ってことはあと2回ですね。いや、ユウスケ当たったのでかいでしょう。あと、ヒエ当たんねえかな。ヒエ好きなんだよな。歯切り要は1体いれば十分だろう。ラスト。お、限界。これ多分、後に少女限界とかまで行くんだろうね。よし、終わりましょうか。いや、まあ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 。ユウスケ当たったのはいいでしょう。ユウスケ当たったのはでかいんじゃないでしょうか。ああ、けどユウスケ2体積むのもありなのかもしんないね。なんかね、全然十分役に立つよね。ユウスケ2体いても素晴らしい。はい、ということで、まあ当たりを引いたんじゃないでしょうか。俺これちゃんと10連やってる ?11 連やってない俺。俺11連やってないこれ。ね、11連やってるよね。まあいいわ。はい、ということで、誘惑コラボ10連、11連やっちゃったけど10連やったという動画でした。満足です。ユウスケが当たりました。では、終わりましょう。終わり。バイバイ。